漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。それでは本日から新しく、追加されました。ディーバとの戦いロマンシングを、やっていこうじょのいこ。では今回攻略していく、パーティーのご紹介をば。はい、毎度おなじみなメンツと獣の、パーティーです。陣形は方天部の陣かい？配置はこんな感じです。一番に覆面。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 108% となっております。グレートアドベンチャーを継承。タゲ集めと OD 攻撃での全体回復がお仕事です。2番にキャンディー。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 108% となっております。スイーツパーティーを継承。ヒーラー兼状態異常耐性不予約として採用しております。3番に聖王様。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 96% となっております。性質の歌を継承。今回も声高らかに歌っていただきます。4番に爆破神。ステータスと装備はこんな感じです。武器成績は杖の達人の成績をつけております。塔を継承。ヒーラーとして採用しております。5番にリアムくん。ステータスと装備はこんな感じです。強く武器の武勇なくを装備しております。リボってぶっ破するだけの簡単なお仕事です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。なんか状態異常攻撃がきついみたいですな。それ以外は何をやってくるのかちゃんとわかってませんです。とりあえず軽く殴ってお手並み拝見といきましょい。キャンディーのフレンズアイスブレイクと、聖王様の性質の歌で、状態異常対策しときます。バッハ神は開幕杖ポコ。リアムくんは完済するまでリボ払いです。結構攻撃が痛いですな。しかも4回も攻撃してくるんですか。腕がいっぱいあるからってことですかね。いきなり聖王様がダメージもらいすぎたんで、回復しときます。一応状態異常耐性を持っておきたいので、回復はバッハ神にお任せします。あ、これがうざい状態異常攻撃ですか？てかそんなに見つめなさんな、照れるやないか。このターンは覆面が3回ガン見されただけで、終了ですな。まあ覆面なんで大丈夫だとは、思いますが、一応回復させておきますか。フレンズと真珠で攻撃しつつ全体回復です。この人、毎ターン弱体破りしてきてますな。デバフには屈しないという強い意志を感じます。バッハ神に塔を継承させてきましたけど、使うことはなさそうです。まあ敵さんの火力が高いんで、使ってる余裕もなさそうですが。天罰が下りました。何も悪いことしてないのに、なんか光り出したんですけど。微妙に持ってる武器が変わりましたな。行動パティーンが変わるとかそんなやつですか？直接攻撃がかなり増えて、凝視系の技がなくなりましたな。状態異常付与の技はグランドヒットだけみたいです。まあ精神と状態異常耐性は、それなりに漏れてると思うんで大丈夫なんじゃないですかね。知らんけど。覆面の OD 攻撃で、全体回復しときます。キャンディーとバッハ神は通常攻撃。聖王様は歌、リアムくんはラストリボ払いです。4桁ダメージっすか。こいつは結構痛いですな。覆面に攻撃が飛んでくるか。かばってくれるのを祈ります。しかも5回攻撃って。ようやくリアムくんリボ完済。ここから倍返し。いや、4倍返しですな。
中心が焼き付くまで撃ち続けていただきましょう。覆面は通常攻撃で、BP ため、キャンディーと爆破芯で全体回復。聖王様は性質の歌。リアム君はクイックドローぶっぱです。いくら耐久が高いとはいえ、何発ももらうときついっす。中途半端な回復では飽きませんな。覆面の HP は満タン近くをキープしておきたいところ。キャンディーで回復するか、爆破芯で回復するか迷いましたが、ここはキャンディーで覆面を、回復しておきます。聖王様は性質の歌、爆破芯は BP ため、リアム君はアンチマテリアルぶっぱ、爆破芯以外の3人で、OD 連携いっときます。あら？このターンはぶちかましオンリーですか？ちょうど覆面の OD が溜まって、よかったです。OD 攻撃で回復しておきます。ヒーラー軍団は通常攻撃で、BP ため、聖王様とリアム君はいつものです。やっと半分削れましたわ。でもリボ完済してから3ターンで、半分近く削れてるんで、HP 自体はそんなに高くない感じですかね？となるとあと4ターンくらいですかね？ 4 ターンリアム君を守り続けるだけの、簡単なような気がするお仕事です。覆面だけなら単体回復で、回復すればよかったんですが、聖王様も一発でかいのもらっちゃったんで、フレンズと真珠で全体回復しておきます。キャンディー、HP 満タンなのにワンパンされる。光が、広がっていく。これは最初と同じやつですかね？どうやらそうみたいですな。ガン見してくるディーバですな。とりあえずキャンディーは後回し。爆破芯でリアム君を回復して、リアム君はアンチマテリアルぶっぱ、OD 連携のおまけ付きです。やってきましたガンミ三連撃。おっと私を見てと言わんばかりに見られに行く覆面。見られて興奮したのか OD ゲージが溜まりました。ほんといいタイミングで溜まってくれますな。覆面の OD 攻撃で、全体回復します。さんばかり見たくないと言わんばかりに、若い男の子をガン見。やっぱり若い子がいいですか？そうですか。でもおっさんを見ちゃうやつ、そして自ら見られに行くやつ、せっかくリアム君をガン見しようとしてたのにねー。残念ですねー。そしてそろそろお別れのお時間ですねー。
残り HP 的にクイックドローぶっぱでさよならですねー。それではリアム大先生、とどめをお願いします。以上、ディーバとの戦いロマンシング、なんやかんやで無事勝つ年でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、